ペロンヌは、フランス、オードフランス地域圏、ソンム圏のコミューン。ベルマンドは地方に属する。ソンム川が、コミューン内を流れる。城壁の一部第一次世界大戦で破壊された、聖堂広場ソンム川とその方を見下ろす丘の上にある、ペロンヌは、メロビング町時代から軍事上の本拠地で、旧世紀には、城壁が築かれた。現在も残るブルターニュ門は、 古い要塞の名残である。929年、シャルル三世は、囚われの身のままペロンヌのダンジョン内で死んだ。1151年までのペロンヌは、コミューンとして機能したが、12世紀のフィリップ二世時代に、塔を備えた城が築かれた。それは、堀で囲まれ、落とし格子門で、入り口が守られていた。 1468年10月10日から14日まで、シャルルトシ進行は城に閉じ込めていた、ルイ11世に、ペロンヌ条約への署名を強要した。1536年、神聖ローマ皇帝カール5世は、ペロンヌを包囲したが占領に失敗した。マリー・フレコとカトリーヌ・ド・ポワは、城壁の最上部にいたスペイン兵士を投げ落とし、都市を守った。 フランスの歴史と関わる都市は数少なく、しばしば荒廃した都市も数少ない。ペロンヌはノルマン人の侵入で焼かれ、略奪され、スペインによる工場戦でひどい被害を受けた。不服戦争中の1870年にはドイツによって荒らされ、第一次世界大戦中の1917年に都市全体が破壊された。 1940年5月のドイツ空軍による空襲と爆撃で、ペロンヌは、クロワド・ゲール勲章とレジオンド・ヌール勲章を、授けられた。二つの世界大戦において戦闘が起きた地であるため、ヘリテージツーリズムが行われている。特にアングロサクソン系の観光客が多い。ソンヌカワタニの中心にあるペロンヌは、池や野原に挟まれた釣り人や狩猟者の楽園として、知られている。 リーセンスメントで2006でカミューンズでラソンムハット http コロンスラッシュスラッシュ CASSYNI.EHESS.FR スラッシュ POPULATIONPAR、e e、pop コンミュニアバント 1962INSEE ポピュレーションデューピルリーセンスメントで1962ありがとうございます